痩せる無添加の食材トップ3を業務スーパーで選んできました。この動画をご覧いただきますと、普段のお食事にトッピングするだけで、あなたのそのメニューが痩せメニューへと早変わりさせることができるんですよ。ぜひ最後までご覧くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では今からお伝えします食材トップ3のすべての痩せるポイントがあるんです。それは腸内環境を整えてくれるから、そして無添加であるからなんですね。この2つがとても重要なんです。そうすることで、まずはあなたがその腸内環境が悪い、また添加物がたっぷりのものを食べているということは、いくらあなたが頑張っても痩せ体質になることができないからなんですね。そこで今からご紹介するこの食材を摂ることで、あなたの腸内環境が整って、無添加ですから添加物が入っていないもの、結果あなたの腸や肝臓が元気な状態にすることができるんですよね。そうすることであなたは自然と痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。なのでこの食材たちが持つ腸内環境を整える力と無添加であることは、とても食材選びには必要な条件になってまいりますので、ぜひぜひご参考にされてみてくださいね。ではトップ3のまず3位はこちらです。業務スーパーで見つけた SB さん、 SB 食品さんですね、本格中華素材松の実です。でこちらがですね、原材料を見てみますと松の実だけ書いてます。もちろん無添加でもそのままですよね。で松の実というのはすごく歯触りが良くて食べやすい実になってまして、私もこのままそのままこうサラダにパラパラっとまぶしていただいたりとかですね、あとは少し良質の良いお塩をちょっと絡めてまぶしておやつとして食べることもあるんですよ。これすごくね、簡単にトッピングするだけで痩せることができる食材になりますから、ぜひぜひ使ってみてください。でその痩せる効能なんですけれども、こちらです。松の実が持つその食欲を抑えてくれる効果であったり、また代謝をアップしてくれます。そして冷え性であったりむくみなど、そう巡りがお悪い方にとってはもうこちら強い味方になりますよ。お体が巡れば代謝が上がって結果脂肪を燃やすことができるわけですから、こういった松の実が持つこういった痩せる効能を味方につけて、普段のお食事にちょい足しトッピングしてみてくださいね。では次に行きましょう。第2位はこちらです。SB 食品さんから出ている本格中華素材のクコの実です。これもですねおすすめですよ。原材料はもちろんクコの実だけに入ってまして、このままでももちろんおやつ代わりに、ドライフルーツですから食べていただいてももちろん丸なんですけれども、例えば普段おかゆであったり、スープ系ですね、そういったものにちょい足しされますと、もうそれだけで痩せる、食材メニューに早変わりしますから、ぜひ使ってみてくださいね。でまたこちらはお菓子作りにも適してると思うんですよね。お菓子を作る時にもドライフルーツの代わりに、例えばレーズンの代わりですとか、そういった形でトッピングされても良いと思いますので、ぜひぜひ使ってみてください。でこのクコの実がなぜ痩せるのかというその効能なんですけども、これもすごいんですよ。まずあなたの代謝が上がります。そしてその結果その脂肪を燃焼する力が増えて、でまた食物繊維がとっても豊富ですから、便秘解消につながって、結果あなたの腸内環境は整う、イコール痩せ菌が増えて、どんどん痩せていくことができるスーパー食材になります。クコの実でした。ではいよいよ第1位ご紹介していきたいと思います。こちらです。 SB 食品さんの本格中華素材トウチです。トウチってね、聞き慣れないかもしれませんけれども、これは何でしょうってことなんですが、材料は黒豆、黒大豆なんです。でそのしかも黒大豆が発酵した調味料になります。でこのまま召し上がるというよりはですね、やはり麻婆豆腐であったりホイコーローとか、中華料理の素材として、そのちょっとこう潰して砕いて混ぜるとすごくコクが出て美味しくなりますし、また私はですね、本当普通に、煮物であったり野菜炒めでしたり、そういったものにちょっとこうしっかり
細かく砕いて入れてちょい足しして作るとですね、もうコクが出てねめちゃくちゃ美味しいんですよ。これおすすめなんです。どんなお料理にも合うんですけれども、もともとその大豆が発酵したものですから、お肉料理であったりお魚料理であったり、こういった炒め物とか蒸し物とかですね、何でも使えますから、これ万能ですので、ぜひぜひトッピングして加えて使ってみてくださいね。でこのトウチと言いますのはこちら痩せる効果なんですけれども、発酵調味料ですからそのまま召し上がるというものではなくって、いろんなお料理に砕いて混ぜて使ってくださいねということです。そしてこの発酵しているのがね味噌なんですよね。発酵食品ですからあなたの腸内環境にもうすっごく有益なですね、その痩せ菌と呼ばれる善玉菌を多く含む調味料ということになります。結果痩せることができますよということなんですよね。でまた血糖値の急上昇を抑えてくれる効果がね、この糖値があるんですよ。これすごくポイントですよ。ダイエットするためにはいかにこの血糖値と上手に付き合えるかというのも大事なんですよね。なぜかというと血糖値が急上昇する食べ物、例えばパンとかパスタとかラーメンとかですね、ポテチとかああいったものを食べてしまうときは、その急上昇するときに脂肪が一気に蓄積されるんです。ですから逆に言えばその急上昇を抑えてくれさえすれば脂肪を溜め込まずに済むわけですよね。いかがですか。でしたらやはりこういった糖質を普段のメニューにトッピングするだけで血糖値の急上昇を抑えてくれる効果がありますので、これを味方につけてみてくださいねということです。そして実はダイエットする時にももっとポイントがありまして、実はそのストレスですよね、精神的な安定があるかどうか、逆に不安定な方というのはストレスでこう食べてしまいますから、なかなかその痩せることができなかったり腸内環境を整えるのが難しいんですけれども、このトーチを普段の料理のメニュー調味料として使うことで精神が安定する作用も、効能もあるんですよね。そして不眠改善です。ぐっすり眠りやすくなるっていうその効能も持っていますから、やはり痩せるためには健康じゃないとダメなんですよ。でその時にその気持ちが安定していたり、またしっかり眠れている、もうそれだけでねやっぱり痩せ体質にこう向かう近道になります。でその時にどうしてもね、なかなかストレスケアができなかったり、なかなか眠れなかったりということを、こういった調味料の力を借りることで少しでもあなたが楽になって改善していかれて健康的に痩せていただけたらと思って、こちら当中1位に選びました。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのような様々な腸活法、ダイエット法、健康法をあなたにお伝えしているんですね。でそのことであなたがリバウンドせずにいつまでも健康的で綺麗に痩せるを応援しているんです。でそしてこういったお伝えしているお話に対してですね、ご質問があったり、先生こういう時はどうしたらいいんですかっていう方は、こちら詳細欄に LINE のリンク貼っておりますので、皆様そちらご登録後直接私とお話ししておりますので、あなたもご必要でしたらいつでもおっしゃってくださいね。そしてこの動画役に立ったなと思っていただけましたら、高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加ください。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。